映像表現の編集ってのは本当にすごいと思うんです。脳にとってはもう最高の H ですね。というのは本当に1秒ぐらいの短いクリップをつないでいくことでもそこからストーリーが生まれる。なんかね、瞬間出てきた顔だけでもそれから強いインパクトがあって物語が生まれる。それぐらい映像表現というのは言葉に比べてより短い時間での勝負が積み重なっていくんですね。ところがね、我々ね、それをまあ受け取る側はやってるんですけど、映像の編集ってやったことある方ってあんまりいないと思うんですよ。そこにね、あの現代のリテラシーのギャップがあって、まあ、今コマーシャルだとか、まあ、YouTube のビデオだとかいろんなところで我々映像の表現を見るようになったんですけども、そこにおけるマエストロのね世界、どういう形で編集してるのか、何が感性なのか、そこに求めてる質感何なのか、シズル感なのか、美しさなのか、グッとくる何かなのか、そういうことについてね、我々はもっともっと学んでいきたいなと思うんです。僕も学んでいきたいと思ってるし、そういうふうに映像表現について学ぶことがですね、実は人間の脳の潜在能力を目覚めさせる大きなきっかけになるのではないかと、このように思っています。この番組はマンスリーゲストとしてクリエイターをお招きし、アイデアの源とそこから広がる愉快な仲間たちとの世界を紐解きます。誰でもみんなクリエイターになれる、そのヒントを発見する番組です。この番組はエイブル清水建設の提供でお送りいたします。今月は数多くのミュージックビデオや広告などで起用され、次世代の表現者として注目されるダンサーの蒼井山田さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いいたします。お願いします。そして今回は蒼井さんの愉快なお仲間がいらっしゃいました。映像作家の山田智和さんです。よろしくお願いいたします。監督ダブル山田ってことで、ね、そうですね、親戚とかではないんだろうね。親戚かもしれないですね。かもしれない。山田智和さんは東京都ご出身の映像作家さんです。クリエイティブチーム東京フィルムを主催されていて、2015年よりキャビアに所属。サカナクション、キッドフレッシュの米津玄師、あいみょん、星野源など数々の話題となったミュージックビデオを演出されています。そしてさらに広告映像やショートフィルム、写真家としても活動し、2020年にはギャラクシー賞 CM 部門大賞、 ACC ディレクター賞、 MTV VMAJ 2020 ベストビデオオブザイヤーを受賞されるなど、多岐にわたる分野で活動されています。いや、まあ、だけど本当にすごい売れっ子監督だし、ね、去年の365ステップっていうのかな、ボスの、そう、ボスのやつ、はいはい、もう去年を代表する CM というかね、 ありがたいです。だからもう今や一番売れっ子の映像作家って言ってもいい。いやいやいや、もうそれ多いですけど。蒼井さんとの出会いはどこだったんですか？蒼井さんとは何緊張してるんですか？あれ、ツッコミが来た。これはこんなにカメラ普段でこっち側じゃないからなんか新鮮なんですけど、あのマイクロソフトのサーフェスっていう CM で、はい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 、蒼井ちゃんがちょうど多分高校生。そうです、高校2年。高校2年、じゃああれがデビューに近いのかな。そうですね、ほぼ初めて。ちょっと振り返ってみよう、見てみましょうかね、うん、これすごいよね、この CM ね。誰かに決められたことをやるのはもう終わり。いや覚えてるな。これからは自分のやりたいことを思いっきりやれる時代。勉強もバイトも趣味も夢中になれば何だってできる。いや本当に夢とか希望とか持っていないといけないのか。世間から認められたい、何者かになりたい、だけど他人と比べられたくない。誰かが決めた自分らしさより自分に正直でいたい。今この瞬間に夢中になれることに気づくか、気づかないことをするか。夢中になれること、その連続の先にしか未来はない。すごい、
監督あれ青山田さんの場合は本当に一瞬出るだけでもすごい強烈なインパクトを残すんですけど、椅子が並んでるところで踊ってるシーンあるじゃないですか、はいはいはい、実際にあれテイクってどれくらいかけてるんですか。確かもう葵ちゃんもその当時からなんか自分の世界観とか表現力みたいなものすごく持ってる方だったので、なんか特に自分が演出したってよりかはなんかこの椅子を並べとくんで葵ちゃんだったらどうするかなみたいなぐらいの。なんか山田監督ってすごい面白くて、基本ほったらかしでもさ、ほったらかしはいやってとかじゃなくて、その人の人間性を引き出すのがとっても上手なんですね。なんかこう自分の世界を作り込んでそこに合わせてじゃなくて、あなたの世界観、茂木さんの世界観はこうだから、うんうんうん、ちょっとじゃあ茂木さんお願いしてもらっていいですかっていうような感じで、でそれをこう長く見て、それ言われて普通にあの状況であんなこと絶対できない。しかも当時まだ17歳ぐらいですよね。そうですね。どう思いました、その高校生。いやもう目がすごくて、あのその前になんか廊下で身長測って目だけ合うっていうシーンがあったんですけど、もうなんかその目の力強さっていうか、あの初めましてだったけどなんかもう強烈な印象。前回お話しいただいた街の人と一緒に踊り出すみたいなこととカメラの前で踊るっていうのは何か違いはありますか。あ、やっぱ全然それは違うかもしれない、うん、で私も映像見るのが好きなので、自分だったらこう撮りたい、自分だったらこういう絵が欲しい、自分の中でまずその絵を完成させて、そこにじゃあ自分がどう入るのか。やっぱ山田監督もそれ以上に撮ってくれるので。山田さんはそれ感じますか。すごくもうあのさっきのサーフェスの時からも感じてるのは、すごい多分主観的に自分がこういう表現をしたいっていうものがもちろん一番強いんだけど、どこにカメラがあって、で監督は何を狙いたくて、でもっと作品全体では何を狙いたいかっていうのが考えなくても考えれてるというか、これちょっとこのニュアンス難しいんですけど、なんか脳裏でも直感的に捉えてるという、直感的に捉えれる人なんですよね。だから今の話意外とすごい話じゃない。だから素材として踊るっていうことはもちろんそうなんだけど、出来上がりまでちょっとイメージしちゃってんじゃないかっていうことでしょ、うんうん、そうですね。すごいね。やっぱその映画とか何か映像作品見るときは踊りのものって正直あんま見なくて、人と人が会話してる映画とか画角とか結構気にしますね。あ、なるほど、こういう時にここにいてこういうタイミングで入ってくるとこう見えるんだとか。だからあの脳の言葉で言うとメタ認知って言って自分を客観的に見るっていうね。でそれがまあできてる。でもそれだけじゃなくて時系列で今度じゃどうそれが自分のクリップが生かされてこうなるんだみたいな時間軸のメタ認知もできちゃってるっていうことで、すごいね。天才としか言いようがないね、もうね、これはね。山田監督って今あ、今茂木さんの今頭のそこかい。でも監督はだから映像撮りながら編集ができちゃってるんですか、撮りながらも。いや、あんまり褒められた話じゃないんですけど、現場に行かないと割といろいろわからないんで。現場に行くとなんか現場に行けばわかるんですけど。本当はもう編集見えてるとかって現場で言いたいんですけど実は何も見えてなくて。あ、そうなんだ。あのそれよりも現場で起きたミラクルだったりとか。なるほど。葵ちゃんが自然と笑ってしまった瞬間とか、うん、踊り出してしまった瞬間とか、そういうのをいかに逃さないかっていうのにすごい集中してる。せっかく出してくれてるから、じゃ自分たちはそれをどうさも準備したかのようにしっかり撮るかみたいなのはすごい考えてます。なるほど。山田監督の監督力がすごく今、ね、伝わってきたような気がします。監督も踊ってる気がします。そういうものが合わさってあのフラミンゴみたいな MV ができると、良い闇につまじき悲しみに浜ざらし。これ撮影場所どこなんですか。都内の地下駐車場で2カ所で撮ってるんですけど、横浜と新橋の。あれですよね、中華料理屋さんがあるところですよね。すごい、その汐留にすっごい面白い地下駐車場の中に、はい、本当に中華屋があるんですよ。そこをもと撮らせてもらってて、これ米津さんの足この時なんか引きずるような動作してるじゃないですか、はい、これは指示したというか。そう、なんか不自由さとかちょっと醜さとか、うん、そういうものをちゃんと
かに光を当てたいねっていうのはちょっとねさんと話していて、でそういうその中で振付師の辻元さんが入っていただいて、はい、ああいう動きが、あそうなんですね、はい、闇雲に舞い上がり上滑り苔下ろし口ずさみ、この時はどういう指示を出したか、指示まずいなこれ、指示あれ指示出してないかもしれない、いや指示出して多分ね山田監督あの、うん、私これ、うん、あもう一回出てくる、これ見てから、そうだそうだもう一回出てくる、はい、酔いどれ張りこの物語やったら死ぬまで、そうこの時、うん、このミュージックビデオ2周目しか出てないんですよ、うん、多分撮る前に踊らせてもらったんですね、うん、その駐車場のところで、はいはい、長々と踊らせていただいた後に本当にちょっとボロボロの状態になってから、うん葵ちゃんそのままでいい、そのまま行こうみたいな感じで今いいみたいな、とにかくその山田監督はその人の状態がベスト、それが山田監督の中に必ずあって、今今今今って今茂木さんの今頭のそこがいいあそう、じゃあよく見てるんだ人、見てます見てますし、なんかねそれもずるくて、私最初出会った時になんか現場でちょっと汚い水辺があったんですね、はいはいはい、プールみたいなとこ、そこにこうトトトトって私の時、葵ちゃんここ入れる？はい、嫌だけどはいとか言って私も勢いで言っちゃったんだけど、それはなくなったんですけど、なんかそういうことで山田監督って人にお願いする時って本当に心からお願いするし、本当に自分がそれがいいと思って言ってくれるからこっちも答えたくなるし、それが本当に人と人で喋ってる感覚、仕事じゃない、なんか機械的ではなくて本当に人と人でコミュニケーションするから、なんかこう例えば男の子に好きですって言われた時に、なんか今までいなかった自分が急にボボボって出て、うん、何今私女になった女子になったみたいなとか、うんうん、なんかそういう自分も予想もしてなかったミラクルがポポポポンって起きて、うん、っていうことがやっぱ山田監督の現場多い、なるほど、何かミラクルが起きるんです、これが。でも葵ちゃんの場合はもう特殊で、今使ってるのは本当に確かに2回だけだったんですけど、うん、その前も実はものすごく長回しで踊ってるシーンもちゃんと撮ってた、誰かがカットって言わないとなんか誰も言わないみたいな、もうずっと回してずっと見てたいみたいな感覚が葵ちゃんにはあって、踊りが終わってなんかフラフラでこう歩いてるところもなんか基本的にはずっと回せたいと思っちゃって、でなんか多分でもその中でもなんか一瞬こう作品とリンクするさせてくれる瞬間は必ずくれて、その時にもしかしたら今とかって言っちゃってるのかもしれないですけど、基本的には僕が言ってるっていうよりかは言わせもう出してくれてるものが素晴らしくて、それにこっちは反応するだけっていう、もうこれは本当に好みとタイプのことだと思うんですけど、うん、もうある程度こう用意されて葵さん立ってくださいって言われたら、えこれ私じゃなくてもよくないみたいな感じですごく不機嫌になっちゃう時とか、うん、でもなんか山田監督が何もないって言うからこそ、じゃあ私こうしたい、あいいね、あもっとこうしたらいいんじゃないっていう、このやっぱ一緒に作れるっていうことがすごく楽しいです。その楽しい作品またもう一個ね、ねけどこれは本当に楽しかったよね、楽しかったこれねものすごい長回しじゃないですか、はい、これはもうこれどえカメリハとかしたんですか、一応しましたね、これテイクはじゃあ何テイクかしてる、何回かでもほぼほぼそんなに粘れる現場でもないので、ですよね、だって公共交通機関とかさ本当にちょっとしかやってない、でこれなんか ものすごいですよね、で葵さんのなんかその切れ目がないなんかトップ感っていうのがすごくよく出てる、まあ僕としてはだからもうずっと、ま、ダンスを回してさせてもらってるのにずっとこういうのがやりたかったんですよ、うん、葵ちゃんと、いやこれすごくいいですよね、これあれですか、あのロケハンとかは現場行って、えこれ面白くて、うん、夜中に出発したんだよね、あの東京を、うん、で日付変わって、うんまあ、次の日早朝朝5時ぐらいに着いて、そのままロケハンと観光して、うん、次の日のまた早朝にこの撮影して、うんでご飯食べて夜中の2時の便で帰ってきて、でも超楽しかったんです。
とっても濃かったですね。でこれカメラの人大変だよね。そうですよ、もうこの横でカメラの今村さんと山田和子一緒も。あ、山田さんもそうなんだ。そうだよね、監督は。このミュージックビデオまでは基本私踊ってる映像しか撮っていただいてなかったですね、うんうん、自分はもう踊んなきゃ自分の価値はないってその時すごい思ってて、どう踊ろうとかこの本を持ってこういう踊りとかしようかなっていろいろ考えて山田監督にいっぱい送ってて、当日トルコイスタンブール行きました、うん、葵ちゃん踊らないでほしいんだよねみたいな。踊らなくていいんですかここまで来て、え、私本当に踊らなくて大丈夫ですかみたいな、まあ、踊るっていうよりその感情が出ちゃったみたいな方向に、うん、この時多分初めてそういうものにして、踊るだけじゃなくていいんだっていうのを気づかせてくださいました。逆に言うとあの本当に感情があの時も抑えきれずに踊り始めたみたいな風に見えるから、そう、でも自分も本当そうだったんです。あ、そうなんだね。今までだって、はい、じゃあカットかかります、踊ってくださいって言われた。うーん、踊るけども、うん、やっぱそういうのとは違う感情になりますね、山田監督は。うん、うん、宇宙に行って踊るしかないですね。いやー、ね、山田の宇宙だ。いやー、絶対美味しい。見たいでしょ。見たい。お二人は言葉も大事にされるんですか？僕はでも言葉は本当に得意じゃないって思ってる。どうかな。だから映像やってるっていうのもあるんですけど、でもなんか本当に裏返しでなんか得意じゃないからこそなんでそう思ったんだろうとかってこう自分で言葉にしていく作業っていうのはすごく今の自分にすごい必要なことだなって思ってるんで、まあ、結局現場では言葉は大事じゃないかなっては思うっていうか、映像でやる意味が小説じゃない何か良さみたいなものが得意になって思いますけどね。山田監督そういうふうにおっしゃるようなんで、サムフェアインザスノーちょっとこのサムフェアインザスノーはだって監督が脚本書いてるでしょ。いや、これは僕もまさにあの葵ちゃんの言葉がすごく好きで、うん、例えば一緒に作品やった時に上げて、うん、作品を紹介してくれる時に添えてくれる言葉とかにすごくこうエネルギーを感じて、あ、自分はこういうことをやりたかったのかなって、逆にこう葵ちゃん言葉で気づかせてくれるみたいなところもあって、もうこのショートフィルムは大筋みたいなものは僕が書いてるんですけど、なんか感じた言葉を葵ちゃんから結構いただいて、それを結構そのままほぼ使わせてもらってるんで、なんか僕が書いたってよりかは結構もう一緒に書かせてもらったっていうか、一緒に書いた感じだった。なんかその、うん、特にセリフとか決まった脚本、あ、なんていうの、セリフがあるわけじゃなくて、マリさん演じるおばあちゃんがいて、で私17歳受験で失敗した少女がいて、この2人の物語っていうのは決まってたんですけど、うんうん、セリフは全然決まってなくて、あの2人が喋るところはあれはアドリブっていうか、そうです。でこれ面白くて、うん、私は17歳受験が失敗した孫っていう設定で、うんうん、マリさんに質問するんです、うん、でもマリさんは演じてるわけじゃなくて、マリさんご自身のことを言う。あ、マリさんは演じてないのか。そうなんです。出てくる言葉っていうのは元マリさんご自身の体験だったり思ってること。じゃあそれを私が受けて葵山田で返すんじゃなくて孫として返すっていうのをこう考えながら、ただそう、絶対山田監督がここを聞いてほしいっていうものはあるから、じゃあ今度これに対してこれを聞くためにこういうセリフにしようみたいなのを本当にだからもう同時進行で2人で考えたり、まあ皆さん考えて。でこれロケ地富良野ですけど、あのマリさんと喋ってる室内ってのは実際はあれは栃木、栃木のマリさんのご自宅ってことですか。自宅で話させてもらって、だからフィクションとノンフィクションが、うん、そうだね、一部はだからドキュメンタリーなんだね。そうなんです、意味では、うん、それをなんかショートフィルムっていうところで葵ちゃんとならできるんじゃないかなっていうのが革新的にあって、その映画っていうフォーマットの中にでもそういうちょっと自由な作り方っていうか、猫踏んじゃったら素で弾けるんですよ。そう、 でもピアノはたまたまあったんですよね、うん、で私が、あ、なんかあると思って、で唯一弾ける曲が猫踏んじゃった。猫もいましたしね、ちょうど。え、でも僕なんか長編映画撮るしかないんじゃないんですか。撮りたいです。そういうご計画は、
でも来年とかはちょっともう挑戦したいと思ってて、けど今回やってよかったのがこれ YouTube とかバッて出しちゃったんですよ、うん、なんか当時の受験失敗した自分に見てほしい作品なんで、だったら3月中に公開したいなと思って YouTube で出しちゃったんですけど、すごい良かったです。あと青山田さん本当役者としても全然いけるじゃないかみたいなね、うん、あでもやっぱりこれやってみて、うん、なんか踊ってる自分と何かこう演技してる自分というかあんまり違いがないというか、うん、本当自然。俺特にねあの歯ブラシのシーンで思いました、はい、歯磨くのうまいやっぱりその表現するっていう部分でやっぱり普段から多分意識されてるから、うん、妄想は多分得意です。あの、うん、一人っ子でちっちゃい時から何して遊んでたっていう妄想で遊んでたから、これこの二人の話聞いてて本当に僕いろいろ妄想浮かんできちゃって、ちょうどこの収録してる今日入ってきたニュースでロシアで国際宇宙ステーションに初めて行ってあの映像を撮る初めてね、だからそれがトム・クルーズのチームを狙ってたらしくて、それ先駆けてなんか撮るらしいんですけど、絶対この2人宇宙行くよね。もう絶対行くの見えてるよ。宇宙力ダンスやりますよ。でも最近は本当に私もブラックホールについてのなんかものを見てたんですね、うん、何なんだ宇宙って何なんだろうみたいな、うん、もう分からないことが多すぎて面白いなと思って、うん、これは宇宙に行って踊るしかないです。いやー、ね、森山田の宇宙ダンス絶対見たいでしょう。それ想像するだけで鳥肌立ちそう。なんかもうね、うん、見たいよね。見たい。それ面白い。いきなり宇宙行きます宇宙いいです、まあ、だからバージンギャラクティカとアマゾンのねあれで向こうも宣伝したいわけだから、うん、行きましょう。それじゃあちょっとおいちゃんお願いします。おいちゃんエグゼクティブプロデューサー、はい、でもお願いします最後に山田さんに伺いたいんですけれども、今後どんなものを葵さんと一緒に作っていきたいですか？そうですね、あの縁を大事に したいなと思っていて、ここの縁も偶然会えたようだけど、なんか実は僕は高校生の時に今の葵ちゃんのマネージャーさんの葵ちゃんのとこにあのお世話になって映像の現場を見させてもらってたりしたんですよ。 CM の現場とかにおいちゃんが連れてってくれて、まあエキストラとかで参加してたけど、でも16歳でプロの現場見れるなんて、まあまずない、ないね、一般の高校生が。そのおいちゃんが僕は映像監督になりました。大学生に向けて作品作りたいからこれからの人を紹介してくださいってお願いした時においちゃんがおいちゃんを紹介してくれて今があったりするんで、いや不思議な縁なんですけど、なんかそういう縁をもっともっと大事にできる人間でいればまた必然と葵ちゃんとできるのかななんて思ってます。うん、なんかもう本当になんかクリエイターの方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、さっき野球に例えたけどそのボールであってそれを投げたりこう打ってくれる人っていうのがいないとクリエイターってこう役割を発揮できないのかなっていう気も少ししている。私はだから踊る側としてはこのみんなキャッチしてくれたり投げたりしてくれるからなんかいろいろできてるなってもうつくづく毎日思います。素敵だな。まあカンヌのレッドカーペット2人が歩くのを楽しみに、うん、そうですね待ってます。はい、いや本当貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。でどういうこと？次回のクリエイターとその愉快な仲間たちは青山田さんの愉快なお仲間坂本美優さんをお迎えしてお話を伺います。お楽しみに。この番組は清水建設エイブルの提供でお送りいたしました。